はい、どうもこんにちは、粟田優作です。今日は、Apple Watch についてお話してみたいと思います。僕自身は Apple Watch を使い始めてまだ半年も経ってないですね。2023年の今12月なんですけど、半年経ってないと思います。で、まあ、いろんな、ところでね、本当に役立っている、デバイスではあるので、とてもこう重宝してますが、ここね3日ぐらい前から、謎の現象、怪現象に見舞われてですね、Apple Watch がものすごくこう不便なものと化したという現象が起こりました。というのも、夜眠る前に充電を 100% にして、こうね、腕に巻いて、寝るとき睡眠時間を計測したり、ね、睡眠ログを取って、朝起きるんですけど、その朝起きた時になんと今までだったらね 70% ぐらいとかだったんですけど、なんと 30% とか 20% 台に減ってたんですね。でこれおかしいなと思って、まあ僕結構フルで充電しちゃうことが多いんですよ。まあ充電後頻繁にするのが大変なんで、車乗ってる時とか、にちょこちょこね、結構80何%とかでも継ぎ足し充電してて、割とバッテリーには良くないなっていう動きを運用してたので、まあ、それが原因かなと思ったりして、あ、もうこれも終わりかと。まあ、買った時は、まあ、中古だったんですけど、バッテリー残量とかその劣化具合もほとんど 100% 残ってて、問題なかったんですけど、で、まあ、ここ数日、まあ、それに加えて、まあ、充電しても全然こう増えないし、充電が、ね、なかなか増えないし、使ってたら本当にあっという間に例えば 90% が 20% 台になったり、まあ午前中だけでそれぐらい減ったりみたいな形で本当にこう困ってたんですね。でもこれどうしたものかな、もう買い替えかなと。もうこれせっかく高価な商品を買って本当満足したのに、アップルどうしたみたいな形で困ってたんですけど、なんとですね、昨日ですかね、昨日たまたま家族で、公園を散歩している間に なんかアップルウォッチの挙動がおかしくなって、なんかこうリンゴマークが画面に出て、その間なんか時計の針みたいな形で見たことない画面に変わったんですね。で Wi-Fi につないだ覚えもなかったんだけど、なんと帰ってきてそれを見たら、なぜかアップデートされてたと。新しい、一番新しい OS にアップデートされてて、その、画面、そのせいで、なんかそのおかげでというのかな、その UI も変わってですね、非常に見やすくなりました。で今まで、あ、不便だな、これこの機能どうにかしてほしいな思ってたことが全部解消されて、本当に良かったんですけど、まあ、なぜか野外で散歩してる時戻ってきて家に帰ったらなんかアップデートが終わってみたいな状態になってて、いつの間にやったんだみたいな形で、僕にポケット Wi-Fi も特に持ってないしね、モバイル Wi-Fi も持ってないし、まあテザリングをテザリングというかね、iPhone とつながってるので、その、それもちょっと不自然というか、勝手にやられた、なんか始まったのが不自然だったんですけど、そのおかげでバッテリーも解消されたと。バッテリー問題も解消されて、なぜか普通に使ってて、まあ半日で例えば50%、60% 減るってこともなくなって、普通に 10% 以内、なんなら 20%、まあ、もうちょっと少ない残量低下で済んでいるので、アップデートがものすごく大事だということが分かりました。で、まあ、このことをね、チャット GPT に聞いて解決策を探したりググっても全然情報がなかったんで、どうしてものかなと思ってたんですけど、やっぱりアップデートってめちゃめちゃ大事で、そのアップデートしてないがためにいろんな不具合とか、僕が遭遇したバッテリー問題、バッテリーのマネジメントが多分うまくいってなかったんだと思うんですけどね、そういったことがあるのかなと思うし、そういったことをまあもし気になったり、なんかそういうのでトラブルに見舞われてる人がいたら、ぜひこれを聞いて足しにするじゃないけど、なんかこうなるほどと思ってもらえたら助かるなと思いまして、助かる、その人も助かるんじゃないかなと思ってね、お話ししてみました。はい、ということでアプローチね、ぜひね、大切な仲間なので、ぜひまめに、アップデートねチェックしてあげてくださいという話でした。ということで今回は以上になります。